数年前からさ、ホームセンターでこういう風なポットのさつまいもの苗が出回ってきてて、俺初めて見た時、おお、さつまいものポットがあるんだなって感心したのね。これね、だから普通さつまいもってさ、チョキンと切ったやつを土に刺して、それで根が出て芋ができるっていう印象だったから、こういう風にポットに刺してさつまいも苗にするっていうのは俺衝撃だったのね、数年前で。これ面白いなって買ってきて植えたのね。そしたらすごい大きいのができて、わあ、なポット苗にするとさつまいもってすごくいいものできるんだなってね、これね思ったんだけども、その土を落として洗っていったらね、トグロ前入れたのね。と思って、ちょっと考えて分かったのが、さつまいもって根っこだから、この中で根っこがこうなんつうだ、回っててくるくるくるってこの中でね回ってて、それがそのまま大きくなっちゃって、うまくいかなかったんだなってことは分かったのね。まあ取れて大きくなって美味しかったんだけども、なんかトグロ巻いて変なさつまいもできちゃって、ね、これはよくねえなって思って数年間植えなかったのね、こういうさつまいもね。だけども改めて人に聞いたり調べたりしたら、俺の植え方が間違ってたみたいで、どうもね、やり方があるんだって、これ。で、それを今回教え、共有しながら、教えながら、俺も準備していこうかなと思います。で、ちなみにこれ、安納芋、とても甘くて美味しいっていう、ねっとりした種子島が県さんかなの、品種、安納芋の苗です。で、これのやり方、今やっていきますね。まずね、まあ、4つあったんだけども、下向けでね、4つあったんだけども、これを1つにしていきます、まずね。そう、こうなった。で、これをね、まず取るんだって。取りました。取って、下半分切るんだって。びっくりしてさ、あ、切っちゃうのってね、指はね、そう、切っちゃうんだって。で、これをほぐすんだって、土をね。で、ピンク色の苗があったら、苗じゃないや、根っこがあったらそれ取っちゃってくださいということでした。で、このまま植えてくださいってさ、ね、この作業を俺しなかったのよ。さっき土のまんま植えちゃったから、あれ、この鉢の中でトグロを巻いた状態のまんま根っこが肥大化して、それでそういうトルネードさつまいも、トルネードポテトができちゃって、で、うわ、これ失敗したなと思ったんだけども、この苗が悪いなと思ったんだけども、俺の作業が悪かったっていう、この工程を省いたから、知らなかったからだけども、そういう風になっちゃったらしくて、こういう状態にして植えろっていうことらしいんで、まあこれがね、どうなるかね、ちょっと畑の隅っこになるんだけども、もう場所ないから、やってみたいと思います。だからもしこういうポット苗あった時は、このほぐす作業、切る作業を忘れないでください。びっくりしてね、それ忘れると俺みたいにトルネードのができるんで、まあそういうのは欲しいっていう人はそういうのやってみてほしいし、ね。だから普通に作りたい人は今やってみたいに下切ってほぐすっていうことをやってみてくださいっていう話でした。